知識として知ってるか知ってないかでだいぶ違うんで。なるほど。皆さんこんにちは。こんにちは。ワールドラケットのシャーです。ワールドラバーマーケットのガネです。月曜担当のチェイブクロ、はい、です。はい、はい、今日は、上級者だけが知ってる回転の感覚。じゃ知らないですわ自分。てかまあ粒だからね、多分あんまりこう体験したことないんじゃないかなっていう。はい、まあ今回の動画はあの横回転をちゃんとこう角度でピッて返せる人、はいはいはい、まあこのいわゆる右利きのこういう順横が来たら角度を出してうまく出せる、うまくっていうかまあこう出して、ボールを入れれる、この逆横のボールが来た時にもピッて出せるという人、はい、でこの横回転を出した時に出す、はい、取る、はい、取るっていう時にここの時に回転が結構残ってわーってなる時が結構あるのね。レシーブ側じゃなくてそうサーブ出した側の人が、うん、あーってなる。でそのボールをうまく取れると、はい、そっちをあーってさせることができるから。あーなるほど。だからここの回転感覚ね、1、2は中級者はできる、はい、こう出したらこうみたいなね、この角度 でこう出したらこうみたいな、で下回転出したらこうみたいなあるじゃないですか、はい、そこまではできるんですよ、はい、その一歩先。なるほど。上級者はこれをもうめっちゃ練習して体感的にトン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 でここでチャンス作ったりすることできるから、あ回転残ってるよみたいなことを言うやん結構、はい、まあこれ中級者以上じゃないと多分分かんないんですけど、その回転の残りっていうのを今から説明する。ああなるほど。だからこれ知らないまんまやってると、だから勝手になんかもう回転が残ってるからミスってるっていう状況。残ってることに気づかずに、まあ、気づいてる人もいるし気づかない、うん、で、分からないままやってるとミスるし、うん、でもこっちは知ってる。なるほど。こうこうこうだったら回転はこういう風になってるなっていうのが体感で分かってるから、はい、そこのもちろんテクニックってあるんだけれども、知識として知ってるか知ってないかでだいぶ違うんで。なるほど。いや知らないまま練習してもできない、はい、知らないイコールできないだから、はい、そこをちょっと今からやっていこうかなと思います。よろしくお願いします。はい、お願いします。じゃあまずこの順横の回転の残りの法則っていうのを、はい、まあ、2種類ぐらいになるかな、はい、2種類ぐらいちょっと紹介しようと思います。まずこのもうこれ上と横上とか横下とかあんま関係なくて、はい、このサーブ出すんでここら辺にストップしてもらっていい？はい。した時に中級者の人とかどういうことが起きるかっていうと、ああ回転、あ回転で向こう行っちゃうな。だいわゆるこれが回転が残ってるってやつね、はい。あーなるほど。要するにサーブ横回転出します、はい、角度で合わせたレシーブが来ます。まだ残ってるから振って、まっすぐ出すと右利きの右側だからフォア側にピョンっていっちゃうってことね、はい、左だったらこれ逆だから、はい、左利きは左のサーブ出せる、ね、14個の、はい、で俺ストップするやん。ならまあこっちに行くからここでまず回転の法則が出てるね、はい、1、2、そうそう、でこうなっちゃうから、はい、これをこうしないようにやると、壁を作るように壁を作ってあげると、まあどこに来てもだから真ん中に来る分には多分まだいいの。あ、ごめんごめん、真ん中に来たら勝手にこっちに飛んでいく、まあ、ある程度入るけど、ややフォア側に来た時にはこれ結構危険ゾーン、はい、こうしないとボール入ってくんないです。で、まあ僕入れたからまだ残ってる、あのラリーが続くんですけど、今度1、2、3、4で入れたら、はい、今度この回転は上っぽくなってます。へー。だからサーブ出してここやって、ここ返ってきてこれをつついちゃったらポワンっていく。こういうことが起きるのです。これ知らなかったらまず僕中級者だとしますね。いやてか今現在中級者の中の上なのか分かんないけど、はい、上級者ではないんですけど上級者だったということで、はい、この知識知らないままやるとトントンでああぽよ
でミス、で今度そっちが中級者だったと、はい、まあ、中級者ですとしたときに、あ、ごめん、あーミス。とりあえずボールが上に上がっちゃいます。普通に突っついちゃうと間違いなくさっきより上っぽくなって、ボヨーンって上がると。なんでこの 2個の法則ですね、はい、で、なんでそうなるのかはあの関係ですね。もう出して回転の関係、回転の関係でそうなると、はい、もう詳しく知りたい人 は省く物理的に考えてください、勝手に。まあでもここのラバーだけで回転決まってるわけじゃないんで、卓球台についてる、うん、回転かかった、弱くなった、また引っかかったみたいなのがあるから、はい、回転はこことそのラバーだけで起こってるわけじゃないと。だからこの卓球台の滑りとかが起きて、うまい、頑張ってきたと思う。あ、いや、だから別にここじゃなくてもいいんだけど、ここにじゃあ練習してもらっていい？はい。ちょっと浮くのよ。確かに。わあ。すみません。ちょっと浮くから。浮くしさ、すげえこっち行くでしょ。今もうだって狙ってそっち行くんじゃなくて、勝手にこの辺真ん中狙ったら勝手にハーンみたいな。だからそういう回転感覚があるんで、まあちょっとここで取るのとここで取るのではちょっと微妙に変わってくると思うんだけど、まずは3球目側の人で、ね、トントン、ポンっていっちゃうと、はい、なんで壁を作ってあげると。で2つ目はトントントン、さらにここでふわって上がるからここまず知っといた方がいいです。ここの駆け引きみたいな、ここの駆け引きみたいな、知らなかったらまずここであーってミスると。別にこれはもう回転の法則やから左も右も関係ないですね。あ、そうだね。要するに右利きでも同じ目、うん、同じ角度を作ってあげれば、まあ、こう来てこう、うん、そう、まあ、この右利きの場合だとミドルぐらいにで、まあ、こういうので、あ、浮いちゃった、浮いちゃったっていうのはそっちもめっちゃ右でも左でも関係ないから、まあ、あーあーってボインっていくしょボーンってなのでこの角度関係をちょっと、はい、頭に入れといた方がいいと。で次逆横ね、はい、これは落ちる、なんか知らんけどめっちゃ落ちる。もう一回ダブルストップしようとすると、はい、分かった。じゃあやっぱやりにくい選択肢として、これはあまりやりたくないっていう、これはね落ちちゃうのよ。落ちちゃうっていうかこういっちゃう。ああ、だからこういうふうに触ってるから、そう、こう取ったらこう落ちちゃうんで、これまた結構難しい。今なっちゃう。あ、いいよ、そっち普通で。あ、はい、これね、落ちちゃうのよ滑って落ちちゃうから、このサーブ、こっちの逆横の回転を出したときはチキータした方がいい。なるほどできんけど、できるのであればした方がいい。これは結構上がりやすいです。ボールが上に振った時には、まあ上っていうか、ボールがこう落ちるから、そうならないように振った方がいい。なるほど。ボールがこういっちゃうんで。左、右利きの左下にこうやってポロって落ちちゃうから、そうしないように振ると。持ち上げるように。こうやって取ってもいいのかもね。こうやったら、こう取っちゃえばいい。けど、ボールこうやって、この、右利きの左側にこう来てるから、どうしてもラケットをこう出しちゃうのね。はい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 、これをこうやって左下に行かないようにボールを返してあげれば返りやすいです。あ、でこっからの回転感覚の1、2、3ではそういうことが起きると、こう落ちちゃうからそうならないように、これを知らず知らずにポンってまっすぐ触っちゃうと、あ、待って、落ちると、まあこうなると、上がっちゃうんで、怖い。まあ、どっちかっていうとトッププレイヤーはチキータする方が多いです、はい、これをもう一回こうやってストップするよりかはこうやってチキータする方が多いんで、あんまりここら辺の
1,2,3,4 ボヨーンっていうのはあんま起きないですけど、でもちょっと上がります。なんで法則がまあ、はい、あると、出す、返ってくる、で左下に落ちるから落ちないように返すと、そしたらまあ上がると、がるで、こっちは右下に落ちるからこうたらまた上がると、でここを知っとかないとなんでミスったんっていうのが結構起きてくるんで、あそこら辺頭に入れといた方がいいですね。まあ今の現代で言うとこっちはまあさすがにフォアでピッてこうダブルストップって結構簡単なんでできるんですけど、こっちはチキータが多いですかね。なるほど。逆横出してこうやってストップして上がるっていう展開はほぼないです。逆にこっちは結構あるんですけどね、こう出してでボヨーンって上げさせるっていうのは結構あります。でこれの横回転からの2つの法則、2つずつの法則っていうのをまず覚えてもらって、はい、あとは下回転出した時とナックル出した時、はい、で下回転を出す、はい、出すじゃないですか、ちょっとポンってストップして、わかりました。切れてなく返ってきます。自分がかけた回転よりも回転が減少して返ってくるんで、これを切った、もう一回切れてるんじゃないかって思うとミスる、はい、切った、切れてるんじゃないかなって思うと、まあ入ったけど、はい、ちょっとストップしてや、クーっていくと、まあ入ったけどね、はい、だから思った以上に切れてないってことです、これは。なるほど。切ったら切れてないものが返ってくる。そう、まあ切れてないって言っても多少は切れてるけど、うん、ただ回転が減少して返ってくるっていう、はい、切ったから切れてるんじゃないかなって思って触ると浮いちゃうっていうね。あこの自分の切れ味ともう一回ぐらいな気持ちで返すと浮いちゃうから、ここは回転が減少します、基本的に。お前、あちなみに 裏の場合ですね、はい。あの表とか粒とか入ってくるとまた全然違ってくるんで、だからここは下回転をブチって切ったら、はい、回転が減少して返ってくると、これだけ覚えてればいいですね、とりあえずは。で次ナックル、はい、ナックル出したら綺麗にストップ入ってきたら割と増えてます、回転は。はい。でボヨーンって返してきたら、はい、それはそのままナックルです。減ってるか、まあ、そのまま変わらない。これは増えてる。あ、OK、これは増えてる。これは増えてる。あ、よかった。おー、これ増えてんのよ。ナックル出して、ナックル出したらナックルから返ってくるよってじゃない。なるほど。回転は増えてます、基本これは。おー、思ったより増えてるから、これ。あ、今のはちょっとちょっとぽよってなってますよね。うん、これ結構切れてる。へぇ、上手い人でピシッって止めてくる、まあいわゆる上級者ですね、はい、上級者にだからピッてな、こっちがナック出したと、したらピッて止めてきた、これ切れてます、割と。あー、でもなんか確かにそういうイメージあるかも。めっちゃ上手いやつと試合してナックルとか出してポンってなる、え、そんな切れてるみたいな。それは切ってるんじゃなくてそういう風になるようになってるんです。なるほど。ナックル出してピタッて止まったら切れるようになってる。はいはい。だから、え、あいつやっぱめっちゃストップ切れてるじゃない。なるほど。切れるようになってるんです、それは。技術じゃない。技術じゃない、そこは。もちろん余計に増やすこともできるよ。ちょっと出してナックル。あ、触って。はい。あ、でも切れてるからなんかこう、行かないと、うん、でも余計に切ることもできるよ、確かに。はい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 。だけど普通は切れるようになってます。なるほど。ちょっともう一回ナックル出して、これ切れてない。そうですね、これ要するに失敗してるとき、はい、あーってストップが、ストップがこうやって失敗したら確かに切れてない。切れてない。そう、こうピッて、これは切れてる。あー、切れてる。っていう、そのなんだろうな、全部が全部技術で起きてるわけじゃないってことです。なるほど。
この回転の残りの法則っていうのがあるんで、ここを理解してるだけでも多分ね結構違う。はい、で自分だけ知ってて横出して帰ってきたのをこうやってピッと取ってあげたらボヨーンって浮いてくるとか、まあもしくは相手がね思わぬミスしてくれたりするのよ。出します、はい、でストップでこうやってピッて返すからドライブちょっとヒュッて打ってみる、はい、ちょっと普通に打ってみる、下回転とか、あ、ごめんごめん、上がるんです。あ、いやでもこのミスするわ絶対めっちゃするやろ、するこれめっちゃ考えたらしてる、めっちゃするやろこれ。こうやってなんかあえてストップしてきたように見えてちょっと大丈夫ちょっと、あ、ミスったと思ったら、そうこっちが先ミス、次こうやってなんか入らへんとで結構ある。あ、ごめんごめん、これめっちゃあるわ、こういう風にしっかりこうなんかいかんようにって頑張らなあかん気がする。でも今の1球目のミスはあのいつものお金さんです、ね、ドッカーンってなんかありえんミス、要するにこれありえないよ、なんかこういう風にやっちゃう、そうそう、こっちが下でなんか下回転のように返してるんだけどもループを持ちかけたら実は上、回転は上になってるっていうその回転法則で、あ、もうこういう感じで、だからそれは逆にこっちにピャーンって引っ張ってあげれば多分結構入る。やってみたい、うん、ほんまや、全然だこっちに狙うから難しいの、あ、全然こっちの方が簡単やな、簡単だからこの回転法則を知って入りやすいとことかに狙いに行く、まあ、狙いに行ったり普通に上やなと思ってこうやってパーンって振ってあげたりするだけでも全然入る確率が違うと、うん、なんか何も分からずにな、なんとなくこ う完全に相手の動きにこういうのあーしたねみたいな、あーみたいになるのっていう結構もったいないミスっていうか、本当に知識だけで、はい、まあ知っとけばちょっとぐらいやったら直せねえというか、まああんなにスカーンって打つの怖いじゃんやっぱりこうやって返して、うん、だからせめてこのちょっとこっちに打とうかなっていうだけでも全然変わってくる、確率が変わるから。あ、もう一回最後法則まとめますけど、はい、この重量を出します、1,2,3 やったら右に飛んでいくと、で 1,2,3 でちゃんとこうやってかぶせてポンって返すと今度なんか上っぽくなってボイーンってまたこっちに飛んでいくと、こっちの人がコンってかけに行ったらオーバーしちゃう、で逆横は逆ですね、左下に落ちちゃうんで左下に落ちないように返すと、でまあ今だったらこうチキータをやるのが多分一番簡単に入る、うんうん、まあ、チキータができない人は入らないんで、はい、こうやって返してもらうと、それをついちゃったらフォアまたちょっとフォアと上がると、で下回転をプチって切ったら基本は回転は減少して返ってくると、でナックルを出した時に相手がうまくできたらうまくストップなりこうツッツキをしっかり返してくると回転は増えてると。なるほど、まあここは補足ですけど、こうナックル出してストップが失敗したとか、うん、あの普通に浮いて返ってきた場合はそんな切れてないです。まあでもそれって何の技術でも一緒ですよね、まあ回転にファーンって間違ってて壊ってたら減少してる、まあ、回転は減少してます主な回転法則ですね、横出す、はい、横回転、逆横回転、下回転、ナックル、まあ主じゃねえな回転としてはだけどこの、回転のやり取りの回転のやり取りの中で、はい、ある程度知ってる、この角度出したらこの角度で1,2 のやり取りはできるけど 1,2,3,4 とかで、まあ、4までいけるところまで行ったらすごい、こういうやり取りが行われてるんで、これはねあの誰も教えてくれないシリーズに認定しようかなと思います、うん、はい、ちょっと話長くなりましたけれども、はい、この法則知ってるだけで全然変わってくるので、はい、まあ、ぜひ参考にしていただけたらなと思います。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございます。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。優秀な指導者や卓球上級者の視点、感覚を分かりやすく伝え、教え上手な人を増やす活動に取り組んでいます。5000円よろしくお願いします。